どうも、オリメンタルくにぼうです。私、2、3日前にですね、教授をもらいましたという動画を上げさせていただきました。まあ、たわいない内容なんで、まあ、見ていただければと思うんですけども、その教授というのは何か異議申し立てがあったならば、その次の審査請求だったり、まあ、取り消し訴訟だったり、まあ、次のステップに進むべき道案内としてその出訴期間が書かれているっていった流れなんですけども、まあ、その行政書士の勉強とか行政法を勉強されている方だったら、まあ、審査請求が3ヶ月とか取り消し6ヶ月とかいった数字は同じ目なんですけども、今日はですね、ちょっとそこをふと立ち止まって、そこの注意ポイントということでちょっとこちらの方をまとめてみたんですけども、そこの言い回しがですね、まあ、若干ちょっと違うといったところでございまして、まあ、とりあえず読み上げさせていただきますとですね、行政不服審査法18条の、まあ、審査請求の方の期間の方は、処分について審査についての審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して、3ヶ月となってます。2項の方は処分についての審査請求は処分があった日の翌日から起算して1年は経過してすることはできないとなってます。ともに、この、翌日という言葉が入ってますね。はい。他方ですね、訴訟法の14条の方では、1項は取り消し訴訟は処分または裁決があったことを知った日から6ヶ月となっております。2項の方は取り消し訴訟は処分または採決の日がから1年が経過したときはすることができないとなっております。こちらは知った日じゃなくて採決の日から1年となっています。こちらは翌日という言葉が入っておりません。ということで、こっち、不服法の方は、翌日という言葉が入っている。訴訟法の方は、そのワードが入ってない。といった違いがありますので、まあ、数字ばっかりにちょっと目いってても、こういったところが、盲点になるかなと思いまして、シェアさせていただきます。